白くて困ったもんもあるもんですわ。こんばんは。ハートありがとうございます。音符マリみたいなやつありがとうございます。月曜日 K2 の奥野さん初めて見る。うん、あやむろさんのサイリウムやってください。眠いなら早く寝てね。眠くない2日間、わ嬉しい、待ってます。結婚してお二人組にです。日曜行くのに最終日で笑ったし、明後日ってこと、それはもう把握しといてそれは前々日に驚かないで。パチパチありがとう。明日よろしく。やったー、待ってます。え、なんか目めっちゃ乾燥するんだけど、いつもしないのに。プリマライブ先ほど終わりました。歩きながら見させていただきます。わ、いいなー。グーグーありがとうございます。美白だから。大富豪ココハちゃんのカードなかなか揃わなかったけど、今度のサーバートラブルのなんとかで補填で揃われそう。お、よかった。星以外の、いや来てくれないからね、しちゃうよ。結婚して、わお断りかける10です。久々お断り10、ありがとう。やほやほ。サメニャンのね、ここはサメニャン、なんかモフサンドの LINE 追加してるからさ、新商品来るんだけど、かわいいよね。初めて手紙を書いて、うえ嬉しいね。なんか最近劇場公演ないし、ないから、ちょっと行った時に受けてれるかな、楽しみにしてます。そう、公演がないとね、劇場行かないから受け取れない。明日明後日ニャン兄弟、うわ兄も来てくれるんだ、最高。じゃあちょっと安全に送り出してください。ありがとうございます。ハートありがとうございます。マジね、お手紙は本当にね嬉しいんですよ。全部取ってますので、よろしくどうぞ。タコさんありがとうございます。こんばんは。プリマのライブいいな。いや、ドライアイじゃないんですよ。なんかそう、いつもなんかあんま目薬とかもさせないぐらいドライアイじゃないんですけど謎に今ちょっと。8月の生写真ありがとう。お久しぶりです。お久しぶりです。次シングル、次シングル、うわ、そうだそうなんですよ。告白心拍数のグッズがね、なんだっけな、チケホルとストラップとバッジとカード、缶バッジとカードかなとかね。なんか今回は本当になんていうの、ちょっと秋っぽい感じの衣装で可愛いので、ぜひゲットしてみてください。明日は怖がれなかったけど、あ、明後日来てくれるんだ、嬉しい。ミータンズ待ってます可愛い、ありがとうございます。こんばんは。バナチップありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。結婚しておこたです。あの衣装いいよね。ハートありがとうございます。ストラップ単体新しい、あ、そうなんだ、あ、そっか。なんか坂道のねグッズではね、ストラップっていうか、なんかね、ペンライトストラップ、あのコロナ禍でバルーン、スティックバルーンがねライブで使われてた時に、声出しできないから、その時にこう肩にペンライトをかけれるストラップは発売されてたりしましたね。皆さんはどうやって使いますか、あのストラップは。何つける、むずいよね。何つける、何つける。10月会いたい、会いに来てください。黄色のだるまありがとうございます。チケホル頼みました、わ嬉しい。彩色兼備嬉しい、テンション高い。確かになんか高いかもわからないけどなんかね、そう、今日ショールーム別にしようと思ってなかったんですけど、そう、最近なんかメイクしてる時しかしてなかったから、メイクもしてないしやろうと思ってなかったんですけど、そう、なんかさっきミオさんが配信してたからコガハもやろうと思って始めてみた。
こんばんは。こんばんに。何に使えばいいの？ネックストラップ。あ、夏にハンディファンを首からかけたり、とかですかね。確かにチキホルのストラップにしても良い。手紙書いて、わ、嬉しい。みんなお手紙くれてありがとう。なるほど、カスタム用ってことね、チキホルの。で、思った、ちかこさん広島行ってましたね。思ったね、なんかなんだっけ、いいところって言ってくれてたかな、ちょっと分からないけど嬉しいですね、地元に。最近気になるここ、あ、じゃ、わ、宮村さん見てました、 TikTok ライブかな。わ、確かに会社さ、改札みたいな会社の人はさ社員証が、社員証ぶら下げてよ。イコラブ周年だね、行きたい。ハンディファンいいでしょう。10月と2月どちらもおいで。ハートありがとうございます。始まらないかなと思ってたの。やばー、すご、広島いいとこですよ。ハートありがとう。わ、夕方来てくれるんだ、待ってます。そうなんです、なんと今回ね、急に愛のホログラムはずっと一部三部って早い時間でやらせていただいてたんですが、急にね遅い分になったんですけど、なんと告白心拍数、次回のシングルも遅い時間になったということで、多分ここは今後の人生遅い時間になるんだと思いますよろしくお願いします。そう、早い部かと思いきや、アイドル、おお、ありがとうございます。顔パスすぎ。今回のシングル、わ、嬉しい。だってね、ショールーム来てくれるもんね。元気ですよ。高額インパクトは必ず待ってます。期待が、朝でも食べれるのよ。朝でも食べれちゃうのよ。そう、次回シングルの部数とか何部っていうのも今日出たのかな。キューブとかでしたね。うそー、シングルタイム、うわー、そうなんだ、そっかそっか。まあね、タイミングいろいろむずいよね。日曜日行きます、嬉しい、待ってます、嬉しい。飲みに行って、そう、飲みに行ってください。愛知の会場は1日、お、待ってます、シングル出ます。そう、めちゃめちゃいい曲だし、MV とかパフォーマンス最高なので見てください。幕張行きますね、待ってます。そうだよね、遠征になっちゃう人はさ、キューブとか無理だよね。泊まってくれる方はさ、土日で、土曜日泊まるよとかいう方はさ、土曜日は行けるかもだけどさ、キミちゃんと離れたんです。そうなんです、だからお話できる時間が本当になくなっちゃいましたねなくなっちゃいました。そう、この時間好きだったんですけど、なくなっちゃいましたそう、あ、確かにポートメッセもあるんですよ。8分だと街が死ぬ。そうだよね、みゆちゃんってさ、みゆちゃんってさ、朝だよね。ありがとう、待っててくれて嬉しい。12月1日と1月12日ほぼか、お、待ってます。コカがいるからな、 SK 推しなの。やった、嬉しい。日曜日気合い、帰れる？キューブまでいる、あ、よかった。プリマ帰り、いいな。幕張メッセ、名古屋もあるよ。スカイキス、親父か、いいな。あ、え、そうじゃん、待って、1月とか秋読みしてるってこと？結構やばくない？それ思ったら。結婚して、お二人でーす。私推しでもないので、もう 100% のお断りでお願いします。それはなんか、やばいね。
やばくない？年越ししてるのやばいんだけど。普通に来年のことを言うと鬼が笑うみたいなことわざあるじゃないですか。なんかことわざあるけどさ、ガチでさ、なんか考えちゃうよねっていう考えちゃうよね。なんかこの季節10月くらいになるとさ、もう考えちゃうよね。なんかあと何ヶ月で今年終わっちゃうみたいな。別にさ終わったからといってさ、なんかあるわけじゃないんだけどさ、言っちゃうよね毎年絶対。明日ここ墓はなかったこと、うえー嬉しい、イエーイ。キューブなんですよ。ハートありがとうございます。名古屋10倍、やば、10倍はやばい。今年なんてすぐ終わる。もうすぐ出発、もう出発、ありがとう待ってます。マリみたいなやつありがとう。今日はユアさん、ユアス、ユアスニャン、ココミン、ミユちゃん、ミヤビーム、サツキジ、コッチャン、ハナナン、ココミンとかにもあったな結構みんなにありました。鬼が困るくらい先の話、先の話か。でもまあ、先の話とか、でもあ、先の話とか考えられないぐらいには結構今っていうか、いつも一瞬一瞬かも考えてることはあんま考えてないかも。8分待ってます。最近ココハが可愛くて仕方ないんだよね。この間の制服の目、ココハくれてねめっちゃ褒めてくれる、急にめっちゃ褒めてくれる、急にありがとう。制服の目9月2日にあったんだっけな。嬉しいな、嬉しいな。あ、撮影はね撮るけど、なんかいつ出されるんだろうって、待ってるわけでもないから、未来のスケジュール、明日の作りしてないです、してないです。周年マジ楽しみですよね。通所ね、なかったね幕張。今回じゃないね、前回か。だから愛のホログラマあったんですけど、公演少なすぎて。確かに確かに、その分周年で楽しもうみんなという気持ちですよね。劇場は劇場の良さがあって、それはね少なくなりたくないんだけどね。ここはも難しいとこではあります。半年くらいね、わかんないな。そうかもね。シングルグッズありがとうございます。そう、周年がねあるんです。マジ楽しみ。なんかもう1年経つんだっていう感じですけど、あー生誕、確かに。キミちゃんの髪の毛で撮影時期を予想できる。確かに、なんか研究生だとさ髪型で予想できなかったりするけどさ、こう正規のメンバーさんとかだと髪色を変えたりとかあるから、確かにいつ頃剃ったんだって大体分かっちゃったりするね。代わり確かに少なかった。取らんでもどれどれ、確かになんかなかったけど、ボートメッセ、ずっとボートメッセある。後に追加とか、確かに今回そっか追加分か。周年で、確かに周年どんな曲やるかとかさ、どんな曲ココハやるんだろうとか楽しみだね楽しみだね。土日行きます。お、待ってます。嬉しい。入ってもう1年、あと1ヶ月とかですね。だからほんとちょうど1ヶ月後ぐらいに1年経っちゃいます。
カメコ、うわ、そう、カメコしてくれるんだ、やば、嬉しい、ありがとう。月曜司会見くて、あ、でも最終日ってこと、でも最終日、あー最終日可愛すぎてめっちゃ褒めてくれる、ありがとう。当日券はないですね、劇場ですよね。トレードならあるんですけど、当日普通に言ってるのはないですね。お披露目、確かお披露目から一周年、あ、お話し会、お話し会も当日ないんですよ。あったらねいいんですけどね。通称、わ、通称待ってます。オンライン、あ、そう、オンラインはね、愛のホログラムの時とかもね、選抜メンバーさんがオンラインあったかな。日曜日ならすごい、カメコさいいよね、すごいね、楽しそう。でもちょっと来ます、あ、待ってます、美しすぎ、ありがとう。当日券があればあればいいね、マリアありがとうございます。当日券あったらいいね。8部だけいますわよ。では8部お待ちしてます。荷造りは、うん、できてないよ、まだやってない。関東だから、うん、行くね明日、待ってて。じゃあ趣味だから、来て、ぜひぜひ来てほしいです。バラありがとうございます、最高、いいね。カメコ働いてて、コハティン多めでお願いしたかと。やった、余裕、余裕ではないけど、まあなんかやる気が起きなかったので。あ、ズブ濡れ SK 読んでもらえましたでしょうか。あの、そう、ココハもおとといとかにあのいただいたんですよ、いただいて、そう、アンケート、あ、ありがとうございます。でメールにも送ったんですけど、なんかでも本当にインタビューマジでもうめちゃめちゃいろんなことを聞いていただいて、そう、なんかもうめっちゃ話したんですよ。だから実際こうどんなことがね書いてあるのか、分かんなくて、そう、読んだら、そう、いろいろ書いてありました。みおさん、あ、そう、あ、違う違う、なんかね見つけれなかったっていうのは、なんかみおさんもココハもそのココハが載ってるページをそもそも見つけられなくて。そうで、なんか、え、待って、みおさんの名前載ってるじゃんと思って。自分のことなんですけど。で写真送ったら、今日も、今日みおもその写真朝撮った、同じことしてました。でその日手伝ったんですよ、みおさんが。でここは練習してて、そう、でも、そうなんですけど、わざわざみおさんが会いに来てくれました。可愛すぎて、可愛いって思った。いるって聞かれて、いますよって言ったらやってきて、で練習するのかなと思ったんですよ。したらもうすぐ帰るって言ってたから、え、なんで来たんですかって言ったら、会いに来てくれてた。なんだそりゃ、キュンキュンやないかい。めっちゃ話したい人生だった。話しに来てよ。そう、最後の本マジで見つけられなかった。あさっての子は4枚しか、いやいや、4枚も買ってくれてありがとうの気持ちですよ。いっぱい凝縮しやせましょう。じゃあ、そう、好きかよってなるよね、さすがに、さすがに好きかよってなるよね。そうでさ、今日美容院行くって言ってて、あのここは、あの
一部ご飯に一番に見せてくれるかなって思ったら X に上がってたまあ見せてとか言ってないんですけど、プロフに書いてね、確かになんかびっくりした。ご飯も自己紹介欄に書いてあるの面白くない？メール残っちゃうの、えね、それもね、いやガチね、日本語むずいよね。こっちゃんにさ、おっきいパックのリンゴジュースを、あ、なんかいるって聞いてくれたから、あ、じゃあおっきいパックのリンゴジュースお使い頼んでもいいみたいな感じで言ったら、マジで1リットルのパックが来たからねマジみんなで大爆笑した。日本語むずいから、クマさんありがとうございます。同じ買い方しちゃう、いやまあ なんて言うんだろう、大人数の場に買ってくならあれだけど一人用だからさ、まあ、分け与えたんですけど。シャインマスカットいいね。あ、幕張でも2時間かかるんだ、遠いなね。でもなんかそう、なんか一回お茶をね1リットルで頼んだことがあって、でもそれはなんていうか練習するから、どうせ飲むから、しかもなんかお茶だしねっていうので一回1リットル頼んだことがあるんですけど、それで1リットルだと思ったらしい。そう、でもなんかちゃんと関係性はある、あの何、そうなっちゃった、それそこまでの経緯はあります。小さいやつなんかね、あの何、300と300、500、250か、250、500、1リットルとか、なんか3段階あるんですよ。まあそれがね悪い、普通に悪くはないんですけどそれが悪い。それが悪いです。土日を待ってます。明日っていう思ってない、ココハは。なんか明日って思ってないんだけど。明日って思ってないんだけど明日だよね、なんかこんなに明日だよね。ニュースクリーしてないってば配信中こう手動かしてないんだから、あの3回目ですけどもこのね、この数十分の間にね、あの魔法のように完成することはないんです、一人暮らしなので。ハートありがとうございます。明日ね、明日らしい、明後日、明日明後日は少しだけねえ、優しい、優しくて涙が出そう。途中からずっといたじゃん、いる間に2回言ったのよ優しい、追加してくれてありがとう、嬉しいよ。荷造りは昨日、すげえ。三河浜さん大体こうやっちゃうタイプなんですけど、荷造りに関してはなんて言うんだろうな、なんか当日朝使ってから入れるものとかもあるから、なんか後回しにしちゃうな。なんかね、ここは始めたらなんか終わりが見えるものを始めちゃったら終わらせたいタイプなんですよ。こうなんかどういう意味かといったら、
例えばメイク始めたとするじゃないですか。そしたらもう終わりがあるじゃないですか、ゴールがあるから、もう早く終わらせたいんですよ。でご飯とかも、これ本当にねあんま良くないことなんですけど、食べ始めたら早く食べ終わりたいんですよなんかそういう性格だから、そうゴールがこうすぐ見えてるものはすぐやっちゃいたいんですけど、そう当日使うものとかもあるから、ちょっと後でいいやとかなっちゃう。やっとあっても確かにそれはそう、やっとだよ。足で逃げ強くしないよ。めっちゃ応援すごい、今やってる。いいね。追加できないよ。PM 始発なんだ。うわー、みんなありがとう。たくさん時間をかけて会いに来てくれてという気持ち。昨日はさ、気持ち的に。そうね、なんかだから公演の日とかのメイクも一番に絶対終わりますね。結構ね、何でも一番かもしれない。集合時間に来るのも大体一番ですね。何事も一番を生産してます自らこう元のポテンシャルで一番がないので一番を生産してます休憩とかやらないとやっぱ、あー物事にやるな。それは明日静岡でのんびり、いいね。めっちゃテンション高め、よかった。1時間なの幕張まで調達する。確かに詩人、いや公演はね、なんかそういう考える間もなく、なんか考えてないけど、もうもうなんか終わっちゃったっていう感じ、いつも公演に関しては。そうマジでなんか一瞬で終わるんだよね。なんか「えっ、ー!」みたいな、本当に全部曲やったっけみたいな気持ちになる。全身が好きなのね。東京と広島連番なんだけど、どっちなのかそれは迷うねでもちょっと明日会いに来てほしいね。ねえ、すぐね終わっちゃうんですよね。体感、いや体感何分とかっていう話でもないんですよね。なんか何回も、でも SKE の公演はマジで何回見ても面白いと思います。なんかもうみんな本当に素晴らしいのでマジ何回見てもね最高という感じ。僕たかシュ、まあなんかね、まあなんか公演はマジでね、わかんない、それ特有。お見送りもあるし、何回も来てくれてありがとう。ねえ、そのさ、あのちょっとあのその前の分いるかな、少し前まで効果普通だったんだけどあのそれがなければ結構完璧というか、あのちょっと皆さんにも聞いてほしいので、ちょっと大きな声で2回目を言わせてもらいますと、少し前までは効果普通だったんだけど、今は効果めちゃめちゃ可愛く見える。微妙、気持ち的に、気持ち的に微妙。それは結構プラマイ、プラマイかも。プラマイちょいプラぐらい。公演でガチを2ヶ月公演行けてない。まあね、でも公演数がね少ない。娘、だって見てるもん、めっちゃ娘ちゃん。なんかさ、娘ちゃんの成長を感じるのがさ、なんか最初娘ちゃんをさ、あの劇場で見た時はちょっとなんか音が大きいしね、ちょっとね、あれし、お見送りとかもちょっとシュンってしてて、あのアンコール中とかちょっと席も外されたりしてたじゃないですか。でもなんかもう最近の娘ちゃんはもうあの楽しそうですね、本当に。お見送りもずっと手振ってくれてて可愛いし、もう可愛い。
11月のオンラインとかないですね私は。あ、ありがとうございます。マジカで見るとありがとうございます。幕張は嬉しい。泊まりできよ、待ってるよ。オンラインあのないです。あのいやそれはねちょっとごめんなさい、あの本当にないですね。ちょっとそれは本当にないです。本当にちょっとそれはないですね。それは本当ちょっとないですね。それはちょっと本当にないですね。映像普通か。標準2期で一番ということは本当にないですね。まあ目が慣れてきたんですよね。ハートありがとうございます。現地のみです。現地のみです。現地のみっていうかもう現地があります。現地があるんですよ。よくないんだろ。流れ星ありがとうございます。そう、会えるので会いに来てください。チャ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 。こっちの子が3人目になっちゃおうかな。ペンライトありがとうございます。サイリムから、あ、写真6部なんだ。中間だね。記憶力はね、そうですね、ある方かもしれない。でもアイドルって記憶力あるんじゃないですかね。だってもうさ、膨大な立ち位置とかさ覚えてるわけじゃないですか。もう私の脳内にはさ、なんかさ、もう何個も何人もの立ち位置が入ってるわけですよ。でもなんかね、覚えてるから記憶力いいんだと思います。普通にリオツン公演入りました。さすが、まあ、アクターズがすごいというかいうことではないんですよ。リオがすごいんです。そう、記憶力はいいかもしれない。明日直接言おうと思ったけど、わあ嬉しいな。我慢できなくて言っちゃうぐらい良かったってこと。嬉しい。でも極力いいんだと思います。まあと言ってもね、忘れちゃうことはあります、人間だから。違う例によっても記憶で、それはねできません。それを知らないっていうのと同じ。待って、どういうこと。違う例に並んでる人を記憶してるかってこと、それはしてないですね。なんていうか、もうなんて言うんだろう、あのそれはあのしないですね。それはね、あのごめんなさい、しないしないですね。多分記憶に一瞬も入ってないかも。それはだって忘れないで、記憶力いいんだ。結婚してお二人でーす。 XX ってね、意外と流れてくるもんだよね。やっぱバリ、やっぱりか。あ、そういうこと？あ、そういうことね。そりゃあ、なん
それはだって記憶してる人がそこにいたら気づくよ。娘はパンダ大好きなので次の名古屋会場上位パンダからここまで行く。嬉しすぎる、可愛すぎる、可愛すぎる、嬉しすぎるって感じ。パンパンパンダ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 コパンダコパンダパンダコパンダコパンダ。自己紹介してなかったと思ってなかった。他のメンバー行く予定ないのでしょ。パンダコパンダコパンダパンダ。でもあのカチケンめっちゃみんな行ってるの流れてくる。そこがもうカチケン行ったんですよ、サータンとこっちゃんと一緒に。そう、初めて油そば食べました、人生で初めて。でもね、ちょっともうね、マジなんかレモンとかさっぱり系入っててよかったって思った。あとお酢めっちゃかけましたね。キムチで、うわー、ご飯もさ、なんか出ないかなって思ってたんですけど出なかったですね。悲しい。カジキン美味しかったですよ。そう、なんかどれも美味しそうだったし、どのカードも引きたかったんですけど、やっぱね、隣に K2 のお方と、あのいい大好きなお方がいたので、3種類並べたかったし S を頼みました。でも美味しかった、楽しい。美味しかったよ。そうそう、え、でもさ、来てくれたことある人は顔はマジで絶対覚えてると思う。なんか名前はさ、なんかまあ名乗らない方もいますし、めっちゃ来てくれるけど、でもなんかめっちゃ来てくれた後に名前なんですかとかも聞きづらいから、なんかしれっと名札とかつけて来てくれたらありがたいっちゃありがたいけど、なんか自分からあまり聞かないようにしてるんですよ、お名前を。言いたくない人もいるかも、もしかしたらいるかもしれないから。でも顔は絶対覚えてると思いますね、一回来てくれたら。全チーム確かに食べたい。結婚してお断りです。油そばと混ぜそば、確かによくわかりません。そう、でも自分から名乗るのもあれなのかな、ちょっとなんか恥ずかしいのかな。でも確かにな、こんにちはなんとかですとか言うのもあれかな、自分から。でも全然言ってほしいけどね、確かにな、むずいよな。名前言ってないのになんでわかるのっていう人は、なんて言うんだろう、でもなんとなく公園でこうサイリウム振ってくれてた方とかはわかるじゃないですか。でこう X ポストにコメントしてくれてたり、もうだから全ての出来事でって感じですので、いっぱいいろいろやってください。 X ポストとかリプとかいっぱい寄ってください。ココア軽くないね。知ってる。あ、でもそれもあるかもね。でもなんかね、ココアさ、いつも席聞いてるじゃないですか。でもさ、なんかこう今日何列の何番にいるって書いてくれてたなとか思うじゃないですか。
ってもうなんか数えるんですよ、こう自己紹介の時とかに ABC12 でもかなんか数えらなくていつもそうなんかあれと思って何回もいつも数えてる。だからね、それで判明はねちょっとあんまりできなかった。なんかね数えれないんだよね。ゆっくが覚えてくれて、確かにね覚えてるね。今でも別に普通に思い出せるぐらいに覚えてる。でもねそれはね、まあでもあるかもね。初めて行った時お久しぶりって言われたことでもなんか聞くからなんか来てくれたのに初めましてとっさに行っちゃったとかもあるし、国派はちょっとあるか分かんないけど、まだなんかそういうことやった経験はないけど、なんかさとっさに言っちゃうことってやっぱあるよね。しまあでも似てる人がいたんじゃないかな。番号もね分かんないんだよね。ペンライトはねうん分かるね。ねえおもろいね。はじめましてしようと思ってあ、はじめましてって私は久しぶりって言われておもろいけど、まあ、そういうこともあるよね。気にしないの素敵、もう気にしないのも本当素敵ですね。でもさ久しぶりの感覚もさ人によって違うじゃないですか。なんかさなんていうの、例えばですけど自分が公園にこう5日間あるうちのもう5日間あるうちのこうじゃ公演休み公演休み公演だったとするじゃないですか。それで1日目と3日目に来たら久しぶりって言っちゃうかもしれない。でもその人にとっては多分4日前に会ってるから久しぶりではないんだろうけど、自分にとっては1個公演挟んでるから久しぶりって言っちゃうかもしれないもん。だからそれもむずいよね。だから久しぶりじゃないのに久しぶりにって言われたとかあるかもしれないけど、それはね、まあ、感覚ですね。僕はあんまりちょっと久しぶりとかは分かんない、言うかな分かんないけど、やみそう。まあね確かにやまないことは大事。毎回やじやし買い手のこれぐらいとか分かるんじゃないかな。劇場座席をね、ねでも永遠覚えれないんだよね。量産、量産じゃないよ。そう、それです。久しぶりの感覚とかにもよる。握手会、確かに握手会自体が久しぶりだからもうみんな久しぶりでいいんじゃない。でもさ久しぶりって割と嬉しい時に使うんじゃない。だから嬉しいって思えばいいんじゃないかな。だってさ、また来てくれた、わーいの気持ちじゃん、久しぶりって。え、また来た、久しぶりとかではないじゃん、絶対に。だから公園で何回も、え、じゃあそれはね、絶対覚えてたんだよ。だからマジ大正解だと思う。公園、え、マジでね、なんか公園よく入ってる人とかなんか覚えてるもん。あ、またいるっていう感じで、なんかよくいる人はさ、なんか公演中とかはあんま思わないんですけど、こう見送りの時とかになんかこの人よくいるなとかいう人ってやっぱいるんですよ。そういう人はなんかお見送りの時間何公演もかけて誰推しなんだろうってずっと 思ってたりする。でもなんかその人推しだと思ってたらその人がいない公演で見たりするから、あれやっぱ違ったのかなとかもある。番号、え、何列とかだけでもいいよ、別に何でも。ここら辺だけしか書いてない人もいるし、
謎の人いる。そうそう、公園よく入ってる人とかはマジでなんかよくいるなって思う。確かに一人とかいる。分かった。めえ、そういうの嫌だよ。そういうの試すようなことしないで。毎回始めましたって言うから指摘してね、試すようなことはしないでください。だっておはようってさ、もし夜に言われたとしてもさ、おはようって言うじゃないですか。なんかさ、ひねくれたことしないじゃないですか。夜にさ、もしおはようって言われてさ、こんばんはとか言わないじゃないですか。意地悪なことしないから、初めましてって言われたら初めましてって言っちゃうかもしれないから、反射的に。試すようなことはちょっとしないでもらいたいですね。疑心暗鬼になっちゃうよ。20回ぐらい。おー、すごい。今何分ですか？じゃあ30分までやろう。あと6分。やったらお風呂に入ろう。お風呂に入って明日の準備をしようっと。まあおはようは例えです。おはようは例えね。割とこかもな、あのおはようございますだもんな。お仕事だからおはようございますって言ってる、いつも。久々に幕張行くよ。楽しみだよ。初めての遅い部だよ。今日もミーノを食べました。ミーノを食べました。夜の部。確かに確かに。こんばんはかもしれない。こんばんはかもしれない。ワクワクドキドキ。ミーのね、枝豆も美味しそうだからいつか食べようかな。ミーの食べた。スイーツ食べないんですよね、あんまり。甘いものあんま食べなくて。10月お会いします。ヤッホーいいよね。ヤッホーマジで、ヤッホーマジ万能。そのままうますぎでしょ。そのままうますぎやよね。みーのね、コンビニにもあるしスーパーにもあるし、ね、いいよ。なんかマジ梅練りもずっとなんかストックしてるんですけど、あのそう、梅練りはマジスーパーにしかないんですけど、みーのはどこでも買っちゃう。ヤッホーさん了解です。ミーノ移動中食べて、幕張の梅練り酸っぱい。近くのコンビニミーノなかった？セブン限定とかある？セブンでしか買ったことはないかもしれない。あさってのココハが一番だ。わっ、嬉しい。待ってますね。スーパーにも売ってるミーノ。ありがとうございます。今日はサツキと一緒にミーノを買いました。あ、ローソンでもあった。いや、ミーノね、マジで開けた時はあれ少なって思うんですよ。でも食べてたら、あれなんかまだこんなに入ってるってなって、食べ終わったらわあもっと食べたいってなる。
そういう量そういう感じのお菓子です。え、ちょっとなんかさ、今日さ涙袋あるね今日なんか涙袋あるな、書いてないんですけど、今日涙袋があるな。え、これ涙袋だよね。なんかさ、やばいやばい、なんかちょっと怖いかも自分の顔が。なんか笑ってないのにさ涙袋あるんだけど、どういうこと、どういうこと待って、どういうこと。なんかちょっとおもろくない。え、書いてないしさ、なんか別に笑ってもないのにさごめん、どこに行ってる、うん、どこでも売ってる、ミーノマジで、コンビニとかでも何か涙袋あるんだけど何か涙袋あるんだけどそう、モールもある、モールにもミーノ売ってます。ミーノはあのグリーンピース味じゃないです、そら豆味です。マジそのままそら豆。涙袋ってなんかよく考えたらおもろいなと思って、幕張のコンビニのミーノ売り切れさせようよ。じゃあみんなにおすすめしといて、マジそら豆好きって聞いてさ。うわ、ミラボありがとう。あ、30分のお知らせミラボ、すごい、夕方のチャイムみたい。え、どういうこと。え、何も書いてないよ、おもろいな。では明日と明後日幕張に来てください。もう持ってる方しか来れませんが、来てください。持ってる方は絶対に来てください。よろしくお願いします。先生よろしく、よろしくね。おやすみ。まあ公演とか見てください。最近スイッチング映像に私もちょっとハマってますので、皆さんもよかったら見てみてください。さようなら、おやすみなさーい、バイビー。